年に見る映画の数か、そんな見ないっすよ。去年は1052本ですかね。少ない方っすね。一昨年は1200本超えましたから。映画通って呼ばれるのはあんまり好きじゃないんですよ。好きで見てるだけだし、詳しくなりたいから見てるわけでもないですしね。あ、でもエルサレム映画いいっすよね。繰り返し同じ映画を見る人もいますが、僕にとって映画って一期一会の出会いなんですよね。一度出会った相手ともう一度会うなら、見知らぬ相手との新しい出会いに期待したい。それが僕の映画への思いですね。新しい出会いに映画を求めると自然と雑食になります。好き嫌いなく何でも見えます。人気の作品をつい後回しにしちゃうのは、上映期間が短いインディーズとかアジアのマイナー作品を優先しちゃうからなんですよね。まあ人気の作品を見逃しちゃうことはあるけど、こう思うことにしてるんです。まだ僕たちは出会うタイミングじゃなかったのかなって。めちゃめちゃ良かったな、ドライブ。いや、これ全編手話なんですよ。で、手話なんですけど字幕が出なくて、こう見てる観客は、今日一緒に映画見に行く女の子にぴったりの映画があったんで買っときました。映画はいつも一人で見るスタイルなんですけど、今日はどうしても一緒に見たいって子がいて、これから劇場前で待ち合わせしてるんです。あ、その子だ。はい、もしもし。うん、今どこ？なんか日にち勘違いしてたみたいですね。まあ彼女とこの映画は出会うタイミングじゃなかったってことかもしれないですね。ヨーロッパの映画祭を総なめにしている作品で、誰よりも早く見たかったんですよ。本当に見たい映画は早めに見に行くことにしてます。何、映画見に、欲しかったら教えてよ。変わった。映画好きのグループの友人です。楽しんで。僕がこれから見に行く映画知らないって言ってたんで教えてあげたんですけど、まあ見たいとは言ってたけど見に行かないんじゃないですかね。彼エンタメ寄りの人種なんで。エンタメ寄りが悪いとかじゃなくて、新しい映画との出会いよりみんなが共通して見てる映画の方が盛り上がるってのは好きな人がいるじゃないですか。僕はそういうタイプじゃないからたまに浮いちゃうんですよね。ま、気にしませんけど。じゃあそろそろ行ってきます。いやー、やっぱりいいですね映画って。こういう出会いがあるからやめられませんね映画は。さっき彼女に買った DVD あったじゃないですか。あれ、トイレに置いてきちゃいました。それを誰かが拾って、見て、それが新しい映画との出会いになれば嬉しいなと思って。